社長のチーム D 大学。さあ、それではチーム D 大学行ってみましょう。今日のテーマはあなたのナンバー2の作り方。さあ、皆さんはこんなことで悩んでいないでしょうか。皆さんには右腕と呼べる人がいますか。今タクシー広告でも社長の右腕みたいにですね、伊藤英明さんが社長のナンバー2になっていろんな問題を解決してくれる、そんな人がいいですよね。そんな広告を見かけるんですけども、ぜひ想像していただきたいのが、もしも自分以上に燃える部下がいたらどうでしょうか。皆さんの仕事はどう変わりますでしょうか。もしも自分に強く共感し、そしてリスペクトし合える部下がいたらどうでしょうか。もしも育てたいと心から思える部下がいたらどうでしょうか。ナンバー2というのは本来そうあるべき存在だと思うんですね。組織のリーダーであれば、皆さん自身が何か目標を持っていると思います。売上を上げたい、もっと顧客価値を高めていきたい、その目標に対して自分以上に燃えてくれる、自分のやりたいことに共感してくれて、その姿勢に感動する、リスペクトがある、そんなナンバー2がいたら素晴らしいと思いませんか。これまでチーム D 大学では理想のナンバー2になる方法というのは解説してきているんですけども、ナンバー2というのはトップを上回る危機感が重要である。だいたいトップとナンバー2がうまくいかないというのは、トップの方が危機感が高い、ナンバー2の方が危機感が低くてのんきだと、これはうまくいかないんですよね。業績の達成について、売上達成率が 98% になった時に、トップはですね、これはまずいぞと、このままではやばい、危機感を持つ。その時にナンバー2が、いや、たまたま98になったからといって大丈夫ですよ、ナンバー2の方が危機感が低いと、本当に大丈夫か、そんな風に不安になってトップダウンが強くなる傾向があるんですよね。逆にうまくいく関係というのは、ナンバー2の危機感が高い、 98% になった、これ大丈夫かな、ナンバー2に聞いてみたら、これすごくまずいと思うんですよね。だからこういう手を打っておきました。そんな風にトップを上回る危機感があるナンバー2というのは、トップを安心させてくれるんですね。ナンバー2はトップを上回る危機感が重要である。そしてナンバー2はイエスマンではなく、イエス&提案マンになれ、そんなことを解説しているので、興味ある方はぜひ高社長ナンバー2、これで検索すると出てきますので、ぜひ見ていただきたいんですが、理想のナンバー2にどうしたらなれるのか、これについては解説してあるんですけども、どうやってナンバー2を作ったらいいのか、トップを上回るナンバー2、どうやって作ったらいいんですか。単なるイエスマンではなく、自分以上に目標達成に向けて、自分以上に目標達成に燃えて、提案してくれるようなナンバー2をどうしたら作れるんですか。今日はですね、あなたのナンバー2、もしかしたら皆さんの中には、自分にナンバー2なんて無理だ、そういう存在を考えたことがない、そういう方もいるかもしれません。ですけども、そんな皆さんにも、あなたのナンバー2を作るにはどうしたらいいのか、それが分かるような動画にしたいと思いますので、最後までご覧ください。このチャンネルでは、組織で悩む人を一人でも減らすことをテーマに、週2回配信頑張っております。チャンネル登録者10万人を目指しているんですが、現在の登録者31,516人、前回の撮影から新たに116人の方に登録いただきました。ありがとうございます。皆さんの周りの組織に悩む人がいたら、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、そしてシェアをお願いいたします。それでは行ってみましょう。ナンバー2の作り方を確認する前に、ナンバー2に必要な要素、どういう人がナンバー2にふさわしいのか、この定義を確認していきたいと思います。私自身が組織づくりで大事にしている考え方、人材マトリックス、自分の組織のメンバーを共感度と発揮能力の二軸で見た時に、どういう分布になっているのか、それを人材の財の字で表すとどんな意味があるのか、この人材マトリックスで考えると非常に考えやすいんですけども、共感度、あなたのやりたいことにいいですね、一緒にやりましょう、そんな風に共感してくれる人、これはとても大事ですよね。さらに発揮能力、仕事を任せたら期待以上の仕事をしてくれる、この発揮能力とても大事じゃないですか。共感度も高くて発揮能力も高い人を、財産の財、宝である、共感度は高いんですけれども、発揮能力が低い人、これを材料の財、もともと人材というとこの字を使うのが一般的ですよね。人材というのはもともと共感度が高くなければならない、何かビジネスをするときに、この指止まれで、こんなビジネスするから集まってくれませんか、そうやって採用活動しますよね。その時に共感度が低い人が集まったらおかしいんですね。これからこういう価値のあるサービスをしていきます、そのビジネスを一緒にやりたいと思いませんか、そうやってこの指止まれでやってる、共感度が高いから応募してるはずですよね。集めたばかりの人材は発揮能力は低いかもしれない、ですけども共感度が高くないとビジネスうまくいきませんよね。人材の財の字、一般的なのはこの財です。共感度も低いし発揮能力も低い、両方低いんであればどんな存在なのか、これは存在の財、あるだけである。共感度も低くて発揮能力も低いので組織に対する影響度が低いんですね。
能力が低いのに共感度が低いというのは入り口が間違っている、採用戦略が間違っている、採用する段階で共感度高く集められていない、お金が儲かるからやるよ、お金が儲かるから集まって、そういう採用していると共感度高い人材は集まりません。こんなビジネスをしたい、こんな世界を作りたい、採用段階でビジョンを提示して共感度高い人を最初から集めていく、この入り口戦略が間違っていると、この存在の財の人たちが増えてしまう。そして組織の中で一番困った存在、発揮能力は高いんですけども共感してくれない人、これを罪という字を当てました。いろんな組織論を勉強して、この人材マトリックス本で読んだこともあるんですが、その本の中ではこの存在の罪と罪が逆に書かれていたんですね。共感度も発揮能力も低い人が罪だ、そんな風に書かれていたんですけども、私は逆だと思って、これはチーム D オリジナルで罪を発揮能力が高くて共感度が低い人にしたんですね。なぜならばこの罪の人たちというのは組織の中でこんなことやろうよ、リーダーが働きかけても共感してくれない、そんなことやるのはめんどくさいです、やりたくありません、しかも能力が高いので影響力が強い、これが一番罪深く、とても扱いづらい、これが罪人材なんですよね。さあ、この人材マトリックスを踏まえてナンバー2に求めるものは何か、そしてどうやってナンバー2を選ぶべきなのか、これを解説していきたいと思うんですが、共感度と発揮能力どっちから選ぶべきかと言われれば、まず間違いなく言えるのは共感度の高い人から選ぶべきだと。ナンバー2は能力があるかないかよりも共感度で選ぶ方がうまくいきやすいです。私たちビジネスマンはついつい発揮能力の高い人をナンバー2にしようとするんですね。今は多様性の時代ですから、価値観が違う、あの人は能力がある、絶対に必要な人材だ、共感はしてくれない、価値観は違うけどもあの人を捨てるわけにいかない、そうやって罪の人を大切にして何とか生かしていこうとする、これはとても尊いことですし大事なことなんですが、向かってる方向が同じなのか、組織論の世界では同じバスに乗っているか、そんな表現をするんですけども、同じ会社にいて同じ事業をやっていて、それは例えて言うならば同じバスに乗っているというようなもの、そのバスには行き先があって、リーダーはそのバスに乗ってある地点に行きたい、でもそのナンバー2はそこに行きたがっているのか、そのバスでいいんだろうか、行き先が違うのに同じバスに乗っているというのは不幸でしかないんですよね。価値観が違うのは問題ありません。何が大事なのか、どういう優先順位なのか、その価値観が違うことは問題じゃないんですね。むしろ向かってる先が一緒なのかどうか、目的地が一緒なのかどうか、ナンバー2に求めるものを4つに分けてみました。1つ目は共感度、向かう先が同じなのかどうか、価値観が違ったとしても好みが違ったとしても向かってる先が同じである、そこに共感がある。そして2つ目は共感度の一つではあるんですが、特に大事なものとして危機感。危機感というのはその目的地に向かいたい気持ちの強さ、その表れでもあるんですよね。絶対にこの目的地に行きたいだとすると、このサインは危険だぞ、今のままでは到達しないかもしれない、じゃあどうしたらいいんだろうか、この共感度が強くなればなるほど、どうしてもそこに達成したい思い、これができてくると危機感が高まっていきます。3つ目に求めるものは遂行力。この目的地に行きたい、このビジョンに到達したいであるならば、こんな役割を全うする、その業務を遂行する、考えたアイデアを実現化させる、この遂行力というのは極めて重要なスキルですよね。そして4つ目が提案力。言われたことをただ遂行するだけではなくて、もっとこうした方がいいんじゃないか、こっちの方が近道なんじゃないか、そんな風に提案してくる力、この4つを兼ね備えたナンバー2がいたらどうでしょうか。絶対に手放してはいけないですよね。この4つの要素、上の2つは共感度に関する項目です。下の2つは発揮能力に関する項目。ナンバー2には共感度をどんどん高めて、それによって危機感が高まって、そして発揮能力である遂行力や提案力を高めてもらう。この重要性の順番、優先順位は1から4の流れだと思うんですね。まず共感度が重要、その上で危機感があれば素晴らしい、この共感度が高まった上で業務遂行力がある、さらには提案もしてくれる、最高じゃないですか。ナンバー2に求めるものはこの4つの要素だとしたら、私たちはナンバー2をどうやって選べばいいんでしょうか。この4つを満たした部下は皆さんにはいますか。いませんよね。そんなに都合よく自分に共感してくれて、危機感も高くて、業務遂行力も高くて、さらに提案力もある、そういう部下がいれば幸せ者ですよね。大抵の場合、なんでもっと共感してくれないんだ、なんで危機感が低いんだ、なんで業務遂行力が低いんだ、なんで提案してこないんだ、そんな風にナンバー2に求めてナンバー2が潰れてしまう、これはよくあるパターンですよね。なのでナンバー2の選び方は
能力を持ってる人、共感度が高い人から選ぶのではなく、未来の人材から選ぶべきだ。未来の人材、財産の財の人材。今はそうではないかもしれない。今は共感度は低いかもしれない。今は発揮能力も低いかもしれない。ですけども、未来はそうなるぞ、将来はそうなる可能性があるぞ、そういう人を決めて、この人をナンバー2にするんだ、そう覚悟を決めてナンバー2を作っていく、この姿勢が大事なんですね。今この4つの要素を求めてしまうと期待値が高まってしまうんですね。もっと共感度を高めてほしい、もっと危機感を高めてほしい、もっと遂行力を上げてほしい、もっと提案力を上げてほしい。その期待感が高まると部下が期待を下回ってくる。期待を下回るってことは不満を持つということなんですね。ですので部下に対しては期待を下げるべきだ。これが部下育成の鉄則なんですよね。将来への期待は高めてもいいけれども、現在への期待を下げる。今はまだ共感度は低いかもしれない。しょうがないね。今はまだ危機感も低い。しょうがないね。最初はそういうものだよ。今は遂行力もない。仕方ありません。提案する力がありません。それでいいんです。じゃあどうやってナンバー2を作るんですか。ここからが本題ですね。さあどうやってナンバー2を作るのか。共感度、危機感、遂行力、提案力、この共感度と発揮能力を育てないといけない。どうしたらそんなナンバー2ができるのか、ズバリ言いましょう。あなたのファンになってもらうこと、その上で期待する能力を求め続けるということ、ここに尽きると思うんですね。ナンバー2を作りたい、そう思った時に私たちはついナンバー2にだけ求めてしまいます。ですけども、その前にやるべきこと、その部下を自分のファンにできているだろうか。あなた自身とても魅力があり、共感してくれてリスペクトされる。あなたの部下があなたの属根的なファンになる、熱狂的なファンになる。全てはそうなった後なんですよね。熱狂的なファンになり、この共感度が高まって、どうしてもボスのそのビジョンを私が叶えたい、そのファン度が高まれば高まるほど危機感は高まっていく。もっと遂行力を上げたい、もっと提案力を上げたい、こういう土台を作るにはまずあなたのファンになってもらうこと、これが重要だと思うんですね。じゃあどうやってあなたのファンになってもらうんですか。これもですね、具体的な方法があるんですね。あなたの部下をあなたのファンにする方法、これについては詳しくはファンベースという考え方をじっくり学んでいただきたいんですが、そのファンベースという考え方の中でこんな演習があるんですね。あなたが共感している有名人は誰ですか、これをじっくり考える。これが超具体的で実践的なファン作りの演習だということなんですけども、あなたが共感している有名人、これは好きな有名人ではないんですよね。あなたの好きな有名人は何ですか、そう言われた時と共感している有名人は誰ですか、これでは全く結果変わってくるということなんですね。さあ皆さんの共感する有名人は誰でしょうか。例えばミスチルの桜井さんにとても共感しています。羽生結弦選手に共感しています。大坂なおみ選手に共感しています。それはなぜ共感しているんでしょうか。そのファンベースはこんな風に解説されています。人はあるものを見つけた時に共感するんだ。さあこのあるものとは何でしょうか。実は人というのは自分と同じところを見つけた時に共感するんだ。ミスチルの桜井さんに共感しているというのは曲が好きとか歌っていて気持ちいいというような機能的な価値ではなくて、その人の考え方とか背景、その人の内面とか本音に触れた時に、あ、この人の考え方は自分と同じところがある、同じ方向を目指している。私と桜井さんでは違うところたくさんありますよね。私はそんな大スターじゃないですし、作曲能力も足りません。ですけども、そこで語られる世界、その世界観に内面を見つける、本音を見つける、そこに共感している。羽生結弦選手と私、全く共通点ほとんどありません。フィギュアスケートやったことありません。4回転トーループ絶対できません。羽生選手ほどプーさんが好きでもありません。ですけども、羽生結弦選手のその姿勢、オリンピックでメダルを取ることよりも過去の自分を超えていく、人類初に挑戦する、そういう姿勢にその人の内面や本音が出る。そこに共感する、そこに同じところを見つける。だから人は共感するんだ。さあこの動画を見てくれてるあなた、もしかしたらチームに高社長のファンでいてくれてるかもしれません。これは私の機能的価値、語る組織論が素晴らしいとか勉強になった、その機能的価値、それを超えて私の本音、私の内面、なぜこの人はこんなに組織を変えたいんだろうか、なぜ組織の悩みを解決したいと思っているんだろうか、この内面や本音に自分と同じところを見つける。きっと皆さんも組織で悩んできた、この世界を何とかしたい、どうにかしてチームを強くしたい、そこで同じところがあるからこそファンになってくださっていると思うんですね。だから私は組織の悩みに役立つ情報、機能的価値だけではなくて、なぜそれがしたいのか、
その内面をもっと見せていかないといけないなと思ってるんですけども、皆さんはどうでしょうか。自分の部下に対して皆さんの内面や本音をさらけ出しているでしょうか。なぜその仕事をしたいのか、なぜこの出来事が許せないのか、過去の悔しい思い、辛い体験、それを志したきっかけ、どうしても実現したい理由、それを語って聞かせているでしょうか。まず皆さんの部下をファンにしていく、その一歩は自分の内面や本音を表に出すこと、伝えること、見せていくこと、ここにぜひ取り組んでみましょう。さあ、推奨ワークということで今回の悪いをどう生かすか3点でお伝えしたいと思います。まず第一に、ナンバー2にするんだと腹を決めよう。ナンバー2になる人材というのは今は未熟かもしれません。共感度も低いかもしれません。発揮能力も足りない。私たちは自由に人材を選べるわけではありません。今いる人材の中で誰をナンバー2にするのか、これを腹を決める。よし、この人を将来の宝に、将来の財産になってもらうんだ、これを腹に決める。これができてない人は多いと思うんですね。私は自分のチームに入ったメンバーは全員ナンバー2にするんだ、決して諦めないんだ、そういう志を全員が持ってほしいなと思います。その上で部下にファンになってもらう。そのためには機能的価値、仕事ができるとか能力的に優れている、そういったことよりも情緒的価値、内面や本音、なぜその仕事をしたいのか、これを語っていく。その上で能力を求め続ける。遂行力や提案力、この基準まで持ってきてほしい、こんな提案欲しいんだ、ファンになった上で求め続けていく。そうするといずれ理想的なナンバー2ができるはずです。さあ、まとめということで、この言葉で締めたいと思います。自分以上に燃える存在、トップは孤独な存在だ、そんな風に言われます。でも私はこれはある意味で間違いだと思うんですね。トップが孤独なのは孤独なのを選んでいるんです。そこで諦めているんですね。いろんな組織を見ていて、トップ以上に燃えているナンバー2、トップ以上に燃えている現場、そういうチームをたくさん見てきました。信じられないというなら、例えばスポーツの世界を見てみてほしいですね。皆さんが監督だとして選手たちを焚きつける、全国大会出ようぜ、でも選手たち本人が監督以上に燃えてる状態なんていうのは当たり前にあるじゃないですか。スポーツの世界では当たり前にあることが、ビジネスの世界でも当たり前にあるんですね。皆さんの周りにはそういうチームが残念ながら見当たらない、そういうケースあると思うんですが、世の中を広く見渡すとそういうチームあるんですね。巻き込めていないだけなんです。チーム作りができていないだけなんです。リーダーが部下をファンにし活動していたら、自分以上に燃える存在というのはあり得る。あなたにならできるはずです。ぜひ頑張っていきましょう。高社長のチームリー大学では、組織へ悩む人を一人でも減らすことをテーマに動画を作っています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをぜひお願いいたします。コメントもお待ちしています。組織の悩みに対するご相談、お仕事のご依頼はホームページの問い合わせフォームからお待ちしております。それではまたお会いしましょう。